ナクシェラジャブマガイレリーフのカルティールの肖像をカルティールは3世紀にサーサーアンアサ、ペルシアに仕えたゾロアスター教の聖職者。パフラビー語では、クラター、カーダーキルデール、またはカルディールとも呼ばれる。少なくとも、シャープール一世、ホルミズド一世、バハラーム一世の3代にわたって仕え、王朝の宗教政策に大きな影響力を持った。カルティールは、 かなりの確率でアフラマズダ神をより強調する立場にあったと考えられる。別の考えで主流に近いものにはズルワーン主義がある。ナクシェラジャブの碑文に彼は天国と地獄の存在を明確にした描写があり、運命論的な立場にあるズルワーン主義の考えと共存することができなかった。シャープール一世の知性、第一位の宗教顧問の立場にあった彼は、 ズルワーン主義を異端として扱った。しかしこの宗派対立について、詳しいことは現在でも分かっていない。同時に、カルティールは、偶像破壊運動にも力を費やしたと、考えられている。これは神殿そのものが崇拝の対象となってしまう、ためである。インドイランの信仰の伝統的な形であり、バビロン地方にも見られるもので、アルタクセルクセス2世が徴税の道具として始めた、ものである。 カルティールの時代において神殿は、法律的に特権的な地位を失って単に火を祭るだけの神殿となった、イランの宗教観念では火を祭ることが、原初的な儀式として共通している。アルダシール一世も、聖火を地方に分子する政策を行った、ゾロアスター教の神屋里の一柱であるカシる、イーエー EN、アターを参照。彼自身の文章によると、カルティールは、 シャープール一世の時に対等し、シャープールの元を離れず、と申した。その息子ホルミズド一世の時代に、カルティールは最高位のモーバダーンモーバドに就いた。ナルセ一世が混流した、パイクリヒブンには、オフルマズドのモーバドであったことが述べられている。モーバドとは、ハイカ神殿の神官であるマグノチョウのことで、彼は、サーサーアンアサのゾロアスター教団において最高位の神官。 聖職者であった。この立場についてから彼はますます積極的に自分の政策に反対する低ランクの聖職者を退けた。カルティールは、異教、異端弾圧の協力を呼びかけ、特にマニキに対する迫害を強化した。なくしロスタムに現存する通称、ゾロアスターのカーバと呼ばれる建物の壁面に、カルティールは自ら行った宗教政策の成果について、 パフラビー語による壮大な碑文を残している。それによると彼は各地にあった外来のユダヤ教、キリスト教、仏教、マニ教、バラモン教などの宗教勢力の排除し、さらにその拠点である教会や寺院などを破壊して、ゾロアスター教の教義の誤字と全国への宣教を達成したと高らかに宣言している。彼の結果マニ教の預言者であるマニは死刑に処せられた。シャープールが、 予言者を保護する立場にあったのに対してホルミズドはカルティールの政策に追従する形をとった。この迫害政策はナルセ一世の第二まで続く。おそらく彼はこの時代に死んだと思われる。カルティールのことについてはサルマシュハド、ナクシェ、ロスターム、ナクシェ、ロスタムの遺跡の一つであるゾロアスターのカーバ、ナクシェラジャブの四箇所に残る。彼自身が作成させた。 パフラビー語による壮大な非文群が存在するが、これらの資料以外には詳しく証明する資料がない。現在のゾロアスター教徒たちでも、彼の存在は全く伝承されておらず、おそらく後の時代に、ゾロアスター教団から彼の自責が完全に抹消されてしまった可能性が高い。よって、はっきりしたことはあまりわからない。ありがとうございます。